こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回はですね、こちら大量のラット、大きいですよ。アダルトラットがですね12匹います。これをですね、千くんにあげていきたいと思います。最近ね、いろいろと千くんと旅をすることが多いですけども、いろんなところに行ってね、オトカゲの魅力を伝えたいなということで、千くんにもちょっと力を貸してもらっているところなんですけど、長旅、奈良県とかにもね行きまして、奈良生き物ミュージアムというところでね、たくさんの人たちと触れ合ったりということもあったので、結構ね疲れてると思うので、今日はね最高に美味しいご飯をたくさん用意させてもらいました。そんな千くんはですね、こちらに今隠れてますね。部屋の隅っこに隠れてるけど、お、ペロペロやって匂いを感じましたかね。好きなだけね、今日は食べてもらおうと思います。千くん、じゃあ来て食べてくれるかな。これで千くんが力出てきて、ここで爆食いというのをね、見せたいですけど、一匹見せないことには多分出てこないと思うので、先にちょっと一匹だけこう食べさせましょうか。おれ、せんくん、美味しいやつ。おれ、なんでそこ挟まってんじゃないの。うわうわうわ、ほらほらほら、来た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 、ほら、ガチ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 、はい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 、うわすげえ、よいしょ、すごい勢いで来てくれました。うまいか、せんくん。だから、いい絵面になりました。おー、一匹目来ますね。結構重かったよ、このラットたち全部このパレットに入れて持ってくんの、結構な重量ありますよ。千くんでいうとね、マックスだいたい2キロぐらい今ご飯食べれますけど、だいたいそのぐらいは超えてると思います。見て、千くんのこの大きさ、スーパーボディ、超大人気でしたね。やっぱりね、オトカゲを全く見たことがないっていう人たちが、もう目をねキラキラさせて、子供たち特にね、目をキラキラさせて、かっこいいかっこいいって言ってね、見てってくれましたから、本当にね、こういう機会をくれた奈良生き物ミュージアムの方々もそうですけど、皆さんにね感謝したいと思います。まあ、そんな中で頑張ってくれた千くんですからね、たくさん食べてほしいですね。栄養満点のラットですね。あらら、おー、偉いね、ちゃんと落ちたのから食べて。おーし、うまいか、千くん。まあいいか、こっちにはあられちゃんがいますので、これはとんでもない、ね、拷問ですよね。目の前に美味しいご飯があって、それはもうあられちゃんには申し訳ないけど、うわ、美味しそうに食べてくれるからね。まあ、久しぶりのラットだね。ラットね、僕も繁殖したいなと思って、今現時点で家ではトリオがね2箱あるんで、まあ計6匹、おー、バキって言った今、計6匹今ラットちゃんは飼ってるんですけど、なかなかやっぱ増えないですね。結構産むまでは時間かかるのかなと、まあ産み出したら早いんでしょうけど、早く感じると思うんだけど、産むまではちょっと長いですよね、なかなかね、ラットちゃん。なので今回これはね、まあお店から買わしてもらってっていう状態で、まあすぐにね閉めて冷凍しておきました、千くんのために。何匹食べるか、今2匹でしょ。3匹目来ましたね。ちゃんと僕はね、もう学びました。この揚げる前に、撮影の前にちゃんと湯切りをして、あの水分はね飛ばしておきましたので、もうべちゃべちゃに部屋がならないで済みますね。このラット汁なんかがさ、部屋にたくさん巻かれた際にはもうみんなね暴れ狂いますよ、腹減った子たちが。あられちゃんがすごいね。美味しいですか、千くん。うわー、美味しそうに。それ3匹目ですね、千くん。うわー、かっこいい。千くん本当にね、真っ白なお体で、やっぱりね、こういう触れ合いとかで
連れていくと、もちろんね、オオトカゲ飼育者、特にまあサルバトールモニタ飼育者の方も何人かね、こういらしてくれて、セン君を見ててね、うちの子もでかく育てたいみたいな感じでね、こう刺激を与えられてるかなっていうところなんですけど、まあ、そんな人たちもですね、やっぱりセン君のこの綺麗さにも注目して見てくれて、こんな綺麗なこの子供を飼いたいですっていうことでね、何人かこう言ってくれて嬉しかったですね。まあ、実際なんか我が子をねお迎えしたいですっていう方もいて、まあ、そのうち、お迎えしていただけるのかなというふうに思ったんですけど、嬉しいよねやっぱ連れてってね、そんな風に言っていただけると。これが4匹目ですね。割とゆっくり食べますね。飲むの下手くそなった？そんなことない？あ、美味しいね。はい、これで4匹目完食ということで、次行きますかね。はい、せんくん、まだ食べないの？まあ、食事中でもおとなしいですね。ちゃんと見てれば噛まれることないですね、この子には。ほれ、全然違うと思います。あんた、こっちこっち、もっと、こんだけ数あるのになんであんた。なかなか獲物見つけられないみたいになって。あー、アレットだったね、それね。かわいいね、このなんかどんくさいとか本当にかわいいですよね。そう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 、あー上手、そのままね。はい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 、頑張れ頑張れ頑張れ、せんくん、そのままね。うん、よしよしよし、下半身ちょっと重いね、垂れちゃうね。おお、いったいった、5匹完食、5匹完食。そして目の前にいるあられちゃん、とんでもない子も受けてますね、あられちゃんが。あられちゃんにもあげてあげますか。おお、あられちゃん、あられちゃんの方がなんか上手かもしれないよ。センク、大丈夫？あられちゃん頑張れ。おー、いいじゃん。おー、あられちゃん上手ですね。あられちゃんの方がなんかセンクより。ちょっとじゃあ食べ終わる前にしまっちゃわないと危ないからね。さあ、センくん頑張ってくださいよ。あなたのために用意したですからね、今回は。あんたここに並べてどうするの？見せびらかして、あんた嫌なやつだね、これ。あられちゃんにこんだけ見せびらかしてどうすんの？全然食べてないじゃん。せんくんまだ5匹しか食べてない。こんな大きい体して、はい、6匹食べました。6匹あられちゃんの前で6匹目を完食。あんちゃんは、よいしょ、きた、はんちゃん。はんちゃん実はね、せんくんにあげる前に3匹あげてんだけど、おー、すごい勢いでいきましたね。せんくんより全然早いじゃないですか、食べるのが。さあ、じゃあはんちゃんにもう1匹あげとこうか。はい。飲んでからでいいよ。よいしょ。うわ、はんちゃんすごいな。またこれ卵を産むんじゃないですか、そろそろ。どうなんですかね、体をチェックしましょうね。うん、まだですね、まだ卵を産まなそうですね。
でもまあこんだけ栄養を取ってくれるってことはかなり状態良くなってね、産卵にも近づくと思います。いいことですね、よく食べることはね。まあ僕は食べ過ぎちゃいますけどね、うん、ね、トカゲたちは食べていいです。たくさん食べてください。ハンちゃんはね、これで5匹ね完食ですね。朝撮影前にね3匹あげてたので計5匹の完食ということで、結構お腹パンパンになりました。おぶのぶワンちゃんの方がちょっとハンターですからね、危ないですねはい、お疲れ様です。あなた何してんの、上見てる場合じゃないよ千くんどうすんのこんな散らかして。あなたねえ、そんなとこペロペロしてもない。これです全然だからそこに並べてもしょうがないんだって。あられちゃんが悶々としただけで、ちょっとあなたもうないんだって。ごめん、おい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 、ないってないって、こっち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 、ここ下、これでしょが、そう、なんでピンセットじゃないと分かんないの。ああ、そしてあられちゃん見せびらかされて、これもう食べないのですか、食べないのですか、食べるのですか、どちらなんですか、どちらなんですか、食べるのですか。食べれるでしょ、食べれはするけど全然食べない。頑張れ、いいですね。じゃあ千くんはこれぐらいにしておきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。最近ね外にたくさん出て頑張ってくれている千くんにねたくさんのラットをあげますという動画でございました。はい、今回の動画これで終わっていきたいと思います。またぜひオートガイの動画ね出しますので見てくれると嬉しいです。そして高評価チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。